We're continuing in our series in John's Gospel. Uh, this week we are at the end of uh, chapter four. Uh, we're looking um, at um, yeah, John chapter four. verses forty five to

イエスは再びガリラ屋のカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。さてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラ屋に来られたと聞いてイエスのところに行ったり、行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからで、いたのである。イエスは彼に言われた。 あなた方は印と不思議を見ない限り、決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よどうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰って行った。彼が下っていく途中、下辺たちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。 子どもが良くなった時刻を尋ねると彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたと言った父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り彼自身も家の者たちも皆信じたイエスはユダヤを去ってガリラヤに,に来てからこれを第2の印として行われた Let's just pray. Father God, we thank you that your word is living and active. We ask that as we study it together this morning, Lord, that it will stir our hearts to faith. 今日私たちが共にこの神様あなたの御言葉を学ぶときにあなたが私たちの、えー、心を湧き立ててください私たちのうちにも、えー がっかりしている人、また失望している人、そのような人がいましたら、どうぞ神様、あなたがその一人一人の心を持ち上げてください。Lord, right、path, また私たちのうちにあなたからの戒めを必要としている、また。

これがはじ第一の印だっていうふうに言いました。54, at, そして今日今お読みした54節のところでは、この男の子が、えー、治った、この息子が治ったということが、sign。 そのことを指して、これが、これを第二の印として行われたというふうに言って,まジョーンています。ヨハネはあの印っていうのが大好きです。で、この福音書の最後の方に、He puts all these signs into perspective.He explains why he's been pointing out all these signs that Jesus has been doing.

Alright, but these are written. In other words, the signs I have written are there so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. ヨハネの福音書の20章の30節と31節にはこうありますイエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、えー、それらはこの書このヨハネの福音書には書かれていないこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてあなたのい名によって命を得るためです とととというふうに書いいいううう書ててあります、うん、ということはも,うもったたくさんんの印が奇跡が行われでもこの書かれてある印に関しては、ヨハネはこれを書いたのは、これを読んだ人が、これを聞いた人が、えー

So it's not surprising that the main theme in this passage that we are looking at today is life giving faith. And these are the three points that we are going to be looking at today. One is faith begins with reasoning. 信仰は理論から始まるそして信仰は信頼へと移行するそして信仰は愛に満ちた一人の人のうちに完結するということです、so、はい、では、えー、一つの目のポイントからいきましょう、はい、信仰は理論から始まるというところです信仰は理論から始まるというところです And reasoning are like two opposite things. You know that like faith is over here and to actually rationally think about something and work it out, oh that's not faith, that's something completely different. 要するに、信仰というものがこちら側にあるとしたら、理論、またよく考えて。何かを、理論立てていくっていうことは、信仰とはかけ離れた、こっち側にあるものだと、別に存在するものだと。でも、そうではないっていうことを、ちょっとお話したいと思います。the galleons welcomed jesus because they had seen all the things he'd been doing in jerusalem。 このガリラヤの人たちっていうのはイエスを関係したっていうふうにあってでそれはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであったっていうふうに書いてます。So、the context. なのでまあそれがあのそこにある状況です。そしてここにある男の人がやってきてえその人は自分の息子が病気なので癒してほしいって言います。So in verse 47. なので47節。Man, he なのでこの男の人は、イエス様がしてきたことっていうのを。あの

えー、私みたいなタイプだったら、い、like mm, えー、これってほんまかなこれはちょっと、あの大げさに言ってるんじゃないかなとか、その人が言ってること、を信じるべきだろうか、<Yeah. S 1> 信じない方がいいんだろうか。か okay、we test and we weigh and we reason with the things that we're hearing. なので私たちは聞いたことを自分たちの中でちょっと試してみて考えてみて理論づけているわけですよね。私たちがこの人生において信じていることのほとんどは、誰かが私たちに言ったから信じていることが多いんですね。Historians tell us things about the past. えー、歴史家の人たちが過去に起こった出来事っていうのを言ってくれてます。

本を読んでも最後まで言ったら、あ、そうだな、いや、それは違うなって、やるわけですよね。We

He have faith yet. ここでは、まだ彼には命を与える信仰命を生み出す信仰ノチュアミナシンコ、ディノア、ナイデス。But his journey towards life-giving faith began with reasoning. デモ、インノ Now you and I No、who never go でも私たちが知ってる人の中にも、その理論付けて考え、理論立てて考えるっていうところを超えていかない人もいますよね。そこで、<they> ええ、その信じてもらう前に、なんかそれを証明してやろうとか、そういうタイプじゃないっていうだけで。See, but some things we can prove and some things we can't, right? In life. そしてまたこの人生においてあることは証明できてあることは証明できないです。あ、uh, You can go into s u m a i Park this afternoon and you can prove how many trees are in s u m a i Park. Just、えー、take you a while to count them. の、えー、この後で、えー、ね、あの鶴馬公園に行って、で、木を数えていって、で、その木がな公園に何本木があるかっていう事実っていうのは突き止められますよね。それで証明することができます。でも、 この人生における重要な事柄っていうのは私たちが証明できないことの方が多いんです。You cannot prove someone is the right person for you to marry. あなたにとって、この人がと結婚するのが、正しいですよ、この人が合ってますよっていうのを。証明することってできないですよね。え、まあ、それはデートする前に、デートを始める前に、あの、どういう考えですかとか、いろいろ聞いたりすることはできると思います。You can interview their family and friends. で結婚する前に家族の人とか友人たちにこう質問をしてねあのし,していくっていうこともできます。そしてつけて回る探偵を雇うこともできます。 考えましたか <laughs> やりません phone。でもしくは携帯の、ね、全部見させてもらう、確認させてもらうということもできると思います。でも、どこかのポイントで、本当に結婚したかったら、信仰あどこかのポイントで何かを信頼しないといけないんです。 うん、あなたにとって最もふさわしい人ですって、のを証明することはできないんです。そういうふうに、私たちが理論づけて考え,考えるっていうところ、以上に行かないことも、どう <Those people S 1>、えー、いうそういうも、いますとも、今、そういうことも、いうといことも、 神様に従おう神様に、えー、信仰を持とうって思うんだったら神様がまず自分のことを証明してねって思ったりとか ?They're asking God to do something that they don't ask from other parts of their life.They're <From? S 2> asking God to do something to prove himself when they don't ask that same thing in all these other areas of their life.

Living by faith. えー、信じているものとして、えー、私たちは信仰によって生きているんだっていうこと、えー、そのことに関しては、熱くいるべきなんです。Unbelievers are often reluctant to admit t h e r living by faith。信じていない人は、えー、自分が,何,も自分が、えー、何かを信じて生きているっていうことを認められないんです。 なので、えー、ここにある人が出てきています。To to そして、この男の人はイエスに。

してみれば、もうこの自分の息子が死ぬか死なないかっていう、えー、その死か生死かっていうところに直面してました。 そしてイエスはこんなことができるんだってっていうその話を聞いたわけです。で、この人はこのイエス様のところに来てるそれを見て私たちはあすごいすごいこの人正しいことをしてるあのちゃんとやってできてるできてるって思います。で、もう40節を見るとイエス様ご自身がなんかあのそれをもうあの蹴っ飛ばしちゃうんです、ね。 この男の人はもう助けてくださいって言ってイエス様の元に身元に来てるわけだよね。そのような状態の時にイエスが彼にかけた言葉っていうのは、oh, wonders, あなた方はしると不思議を見ない限り決して信じませんと。なんか イエスも嫌ななことあったみたみいな you know, すごいここに憐れみの心が見られるかって言われたらそうでもない <You> know, ような気がするから。If you, if you read through でもあのそのイエス様の答えっていうのが一言目がもう哀れ <Excellent. S 2> みゼロみたいな。Um, s <S えー、ヨハネの福音書のあの2章のところであのイエスのお母さん来た時。 この結婚式の人たちワインがなく、ブドウ酒がなくなりそうですと。Jesus <do> something.、うん、どんな,なんとしてくださいって言った。Says, んでです何、like うん、か嫌ななことでもあったみたたみいのの女 daughter?

この言葉、ひ一言一と言、何、えー、かこう、侮辱しているようにも聞こえますが、でもこれは本当に深い神様の愛の行動なんです。なぜ、うん、かを説明します。 そしてこのまたんとこで百人隊長の人が、エス様のところに来ました。そしてその百人隊長のそのしもべが病気なので、癒してくださいと。そしの百人隊長のそのしもべが病気なので、してくだい

この百人隊長はイエス・キリストがどういう方であるかというのをもう知っていたんです。なので、えー、ここで、えー、優しいし、えー、ちゃんとこう答えているし、あ、えー、れみに満ちています。でも今日のお話に出てきた。 えー、男の人は本当にイエス様が誰かっていうことを分かっていませんでしたなんかこういろいろ奇跡をしてる人がいるらしいぞっていうことを聞いたでもじゃあそのあのー。 えー、奇跡してる人、もうはっきり言ってハリーポッターでもいいぐらいの勢いの誰でもいい。で、そういう時になんかちょっと人に人を侮辱しているのかなっていう。えー、ちょっとこう対応になってきてて。なぜなら。 イエスが求めているの、願っているのは、その人たちの肉体を癒すことだけではなくて、それ以上をしたいと思っているからなんです。その人たちをこの永遠の命というところに導きたいと願っているからなんです。なので今、48節に戻ると、Jesus says to the man, You want signs and wonders, or else you refuse to believe. あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じませんなので言ってみるとこう印や不思議をあなたは追い求めているかもしれないでも私を追い求めてはいないよねっていう でも49節のところを見ると、この王、えー、室の役員のこの男の人は、何だっ,たっけ、えー、セガで言うんですね。Verse50:Jesus says, Go! and your son will l i v e 節のところで、行きなさいって、あなたの息子は治りますて。And we presume そしてこれを、えー、男の人はこれを聞きたかっただけだと私たちは思います。But でもこの人にとってみればこれは最悪の答えでした。See, in his mind, in that この男の人の頭の中で何が起こってたかというと、えー、イエス・キリストは And in the Old Testament, all the miracle workers like Elijah and Elisha, when they did a miracle, they were right there, in the room, with the person. その人と、もうじかにその場所にいた、そこにいたっていうことばっかりなんです。 Jesus you don't understand if my son is going to live I need you to come with me But Jesus says go. And then he'll live. So he wants, he wants the man to understand he's not just a miracle worker he is the son of God. この男の人が理解しなければいけなかったのはただ単にイエス・キリストは奇跡を行う人だっていう以上に神の子だっていうことを知る必要があったんです。神様が光をあれって言ったところに光があったんです。 デミアンがこのスポーツカーの」あー。ののすすごいいいいいいスポーツー,、うん、スポーツカよあれれれっっっっててて言たたらそれをだったららそそをををだ僕は一生懸命働いてお金を稼いでその車を作ってもらわなければいけばまませんかかりますか 神様の言葉と神様の行いっていうのはバラバラじゃないんですイエス様の言葉とイエス様の行いっていうのも別々にはできないんですイエス様が私のことを信じていいよって一緒に行かないけれども私が言った言葉を信じていいからって And look what John writes in verse 50. He deliberately says the man believed the word that Jesus spoke to him. And he went on his way. Do you see what Jesus is doing? He's moving the man from an abstract story, an abstract understanding of what he can do. この男の人が抽象的に捉えていたこの1人のこのイヤスキリスのことをまたこのお話の全体を何かこう現実的なものにそうなんだって思えることになっていっていたんですそして彼がその

それが要するに、こう学識的なこう考えとその同意するっていう作業っていうのと、その命を生み出すその命を与えるえその信仰っていうものなんです。ちょっとはっきり見えないかもしれないんですが、ここに男の人が綱渡りをしている絵が出ています。 この男の人はすごく地上からね、すごく高いところのツりをしています。l あ、ウェルオー clapping。Yay! clever man! で、皆さん、想像してみてくださいね。私たちそこにいて、ああ、すごい、すごい、すごいって。 で次にを、well. そしてその、えー、ウバグルマを押しながら、えー、彼がこの綱渡りをして渡っていったっていうのを見ました。でそれを見て私たちはすすごいすごいいって Then he

And we go, で、私たち、見ましたって。Says, で、その人が、えー、じゃあ、この上車に誰かを乗せて、えー、押していく、えー、それが私にもできると思いますかって言った。で、その人が、I believe! I believe! で,できるできるみたいな。 And then he shouts down and he says, Okay, come up and sit in the push chair with me. And we all go, No. See, it's, it's one thing to sit down here and to be convinced somebody can push someone in a push chair across a tightrope. 下で座って、あ,あの人は馬車をあの綱渡りで移動させられるんだって言って見るのと。その宇宙の砂渡りで移動させれるんだって言ってもるのと。そのらうっていうてのは全然話が違いますよね動さられって言っのと。その宇宙の砂渡りで移動させられるん 私たちは本当にイエス様に信仰を置く本当にイエス様を信じることなく頭の中でこの信仰に関してすることを理論立てて考えて同意するということはできるんです。できてしまうんです。そうなると命を得る信仰命を与える信仰というのとは えー、違います。ただ単なる知的、えー、知的同意をしたっていうだけです。また、ある人は私は、エス様を信じてます、イエス様を信じてますって言うかもしれません。でも、お金が先になる。なので、頭の中では信じてる。 でも、信仰の現実、えー、その信頼というものがお金にあるということなの。You might say, I believe, I believe, I believe! And then go home and secretly enjoy pornography.So you believe intellectually?To you go to a atom of a shindy turn this. You just think God cannot see what you do in secret. Let me bring this up on the screen, this quote. Life giving faith does not come when you believe something in your mind. Life giving faith comes when you entrust your life to who Jesus says he is. 自分の頭の中で何かを信じたときに命をもたらす信仰が生じるのではありません。ご自身について語ったイエスにあなたの人生を託すときに命をもらたらす信仰が生じるのです。私たちが自身がその馬車に乗らないといけないんです。When Jesus

えー、わざとにこう行きなさいって言った。think about that for a moment。みんな考えてみてください。つねり30 kilometres from、uh, Capernaum to Galilee。 カペナームからガラリアまで30キロとかなんですね。自分の息子が死ぬか生きるかっていう、本当にもだえているそのような状態の彼ですよね。 ええー、イエス様、その30キロっていう道のり、えー、一緒に行って。もっと憐れみ深く、もっと、こうなんていうケアしてとかっていうこともできたわけです。でも、そうはしなかった。行きなさいって言ったんですね。You see, Jesus is, s <S イエス様、結構、なんか、こう予測できないですよね。うん、そして、また、こう私たちに止められる方ではありません。 でも、聖書から私たち分かっているのは、神様がいつも良い方だとう方。もう私たちの素晴らしい、えー、導き手だと。なので、私たちがハグが必要だな、ハグしてもらいたいなって思うときに、それを知っているし、私たちが戒められるべきの時それを知っている。 The man believes Jesus' words and he goes home. Um, it doesn't say he claimed his son's healing in the name of Jesus Christ. It doesn't say that he cast all doubt from his mind and he had faith all the way home. あのもう疑いを全部取り去ってくださいって。そしてもう疑いのかけらもなく家にまで帰りましたとさっていうのでもない。ひょっとしたら彼は本当は恐れていたかもしれない。家に帰ったらどういう状態になっているだろうかって思いながら帰ったかもしれない。 でも彼は家に帰った、そして自分の息子がなっていたことを知ったんです。<Why? S 1> なぜでしょうかえー。というのは、because it's the object of our faith and not the strength of our faith which saves us.

で、座る、うん。弱いやつに座ったら、あの壊れます <laughs>、うん。あの、特に私の体型の変化に伴って。もし、そこにある椅子が、えー、すごい強度は。 あの強いものだったら I m, I m でもあ自分ちょっと最近こうだしなって言ってちょっと椅子に座るのは怖いなと思ったとしますよね。でも最終的にそうだ座ろうと思ってその椅子に座ったとします。Hold me. うん、その椅子は壊れません。はい。 私の心は恐れと疑いでいっぱいかもしれないけれども私に必要とされているのはただ自分のお尻をその椅子の上に乗っけるっていうそれだけの信仰が必要とされているこの男の人はどれだけの信仰を持っていたでしょうか ヨハネが言っていることただ一つは家に帰るだけの信仰があったということです。皆さんが誰かを愛しているとき、ああ、一緒には、 あの付き合い始めました。そして自分の人生にこういうものをもたらしてくれる、えー、私にこういうことがあるっていうふうなことがで、好きかもしれません。Them, the でも、あの交際を続けて、あの長くなっていくと、love has to move beyond what they add to your life, and it has to move to just who they are.

お金を愛してたから一緒にいたんだなと、うんあの、自分を愛してたから一緒にいたのではないということが、まあ、そこで証明されるわけですよね。 イエス様も同じだと思います。私たちが自分の人生にどんなプラスをくれるかっていうところだけでイエス様のことを愛しているのであれば愛しているんじゃなくてこう本当に神様

えそれでその関係が図られるかい、終わっていきますのであのワシりに戻ってきてください。この男の人は家に帰りました。そして、この男の子が、えー、自分の息子が癒されているのを知りました。そして、子供が良くなった時刻を訪ねているんです。で 何時に治りましたって答えがあって。で、それはイエス様が彼に治ってますって言ったあ、いや息子が治ってますっていうことを言った時間でした。その時に本当にあ、イエス様を信頼できるんだって、イエス様を信じていいんだって。思ったと思います。えー Here's the lovely thing. You and I don't need a healing in order to be able to trust in Jesus Christ. We don't need a healing before we're willing to sit in the push chair and to allow Jesus to push us across the tightrope.

この世に存在した誰,をも誰,も誰がしたよりも素晴らしい愛の行為というのを知っているからです。私たちは私たちの代わりになって十字架へと行ってくださったその方を知っているんです。This man この男の人は息子を病気で失いませんでしたそしてそれは神様がイエス・キリストを失うっていうそれを通ってくださったからです <music> この息子が死ぬかもしれないっていう苦しみっていうのを彼は通りましたこの息子が死ぬかもしれないという苦しみを彼は通りました でもそれはイエスキリスト、神の子が、神様が、我が子が、鞭打たれ、そして十字架に釘付けにされていくっていうのを、それを見る、その苦しみとは、かけ離れたものだったと思います。十字架のの上でこの神 父と子の関係っていうのが断絶されました。そしてそれは私たちと神様との関係が決して断絶されることがない、そして永遠につながっていく、それができるためでした。

そして、えー、その、馬車に座って、押してもらうっていうのが、だんだん、だんだん、簡単になっていきます。So、なので皆さんが苦しんでいるときに、この男の人がしたようなことをするように、皆さんにこめたいと思いますち当この人たちのところに行ってくださいちは、このの人この人たちは、この人た そして、イエス様のところに行くときに、えー、自分が頼んでいるように、えー、その答えが来るっていうことを神様にこう、えー、要求しないでください。神様のやり方、神様の時、えー、っていうのを、えー、待ち望んでください。a l l そして。えー 神様に、えー、ブーバーグルーバーを押してもらって、えー、自分で押そうとするんじゃなくて神様を押してもらってください an そしてその答えっていうのを皆さんが受け取るときにぜひ他の人に言ってください s <S、うん、では立ってくださいでは、えー、一言お祈りしますそしてサービスで終わりましょう神様 手の血のある神様ななたが命をを与えるそのような信仰を私たちに与えててくださってありがとうございます。長い道のりを一人でただ サンデイリオンアキガセルトキエソントキニカムサマエアナタンタイセルエシンコウアタイテクダサイ。Thank you that faith as small as a mustard seed is enough。カラシダネンホドノシンコウガ、ジュブンデアルコトエカシャシマス。Lord, keep reminding us that it's faith in you and not the size of our faith that counts。アナタニアルシンコウエワタシャチノシンコウデアルタイショウデアルエア 私たちのシンコーの強さが、問題なのではないこと、おかしゃします。Lord、help us to remember that as we, we pray for those amongst us who need physical healing. つつ、ま、たた help us to resist the temptation to think it rests on how loud we shout or how long we pray.

この男の人のように30キロの道のりを一人で帰っているそのように感じている人たちのために祈ります本当にこの旅が最終的なところに着いた時に何が起こっているんだろうか本当にイエス様がいるんだろうか本当に 何があるんだろうかとわ、えー、からないまま、えー、歩んでいる方々のために祈りますどうぞ、えー、聖霊様あなたが、えー、その一人一人の慰め主となってくださいどうぞ、えー、聖霊様あなたが、えー、その一人一人の導き手となってください、えー、このすべてをあなたの、えー、尊い御子イエスキリストの名前によって祈ります <Amen. S 1> アメン